沢井です。このかわいい飛行機、向かったのは石垣空港。レンタカーを借りてドライブ。なんていいお天気なんでしょう。自然が気持ちいい。こちら、カビラ公園。見てください、この綺麗な海。綺麗。そして近くのお食事どころで、カビラで唯一の自家製麺手作りそばのお店。今回初のソーキそばですね。美味しかった。みるみる本舗へ。アイスやジェラート大好きな私にはたまらなかったです。いいお天気に恵まれました。いい眺めですね。ちょっと曇ってるかな。でもそんなの関係ないぐらい気持ちよかったです。このロケーション最高。走り出したくなりますね。浮かれております。そしてホテルへ移動して。お出迎えのシーサー。早速マリンアクティビティ。シュノーケルをしました。お魚さんたちにご飯をあげられました。楽しかった。普段は船の移動なんですが、この日はこの時間たまたまこちらでの移動となりました。もうそろそろ干潮だったのかな。でこちらで移動しました。楽しかった。この桟橋かっこいいですよね。わーすごい。うわー綺麗。夜になってライトアップが綺麗ですね。夜ご飯です。乾杯。
日はホテルにあるレストランでお食事しました。沖縄といえばこちらでしょう。なんかね、塩素とポン酢だった。本当はお醤油もつけるはず。2日目、早速朝食バイキング。とっても美味しかったです。朝のお散歩ですね。もうザ・沖縄って感じの空間で最高ですね。ちょっと曇り空でもいい眺め。さよこのサーターアンダギー、揚げたて。ドライブしながらいただきます。さよこさんのサーターアンダギー。好きなのでね、行けるところはとにかく行く。すごい。あ、すごい、この場所いいね。わー、わー、綺麗。そして探検。気になる道があったらそこに進む。え、これずっと山なのかな。すごい。なんか大自然。でも何もなかった。そして次は南の島の展望台。すごい。いいお天気になってきましたね。展望台が結構たくさんありましたね。面白い形。いろんな場所から見る沖縄、石垣島、楽しいです。わあ、基本ちょっと曇り空なんですが、実はこの時期、梅雨の時期でして、それにしてはね、でもいいお天気かなと思います。もう一個いける。うわー、すごい、いいね。わ、海。2日目のお昼は船倉の里。海ぶどうは欠かせません。そしてこちらはなんとゴーヤジュース。私の大好きなもずくの天ぷら、めちゃくちゃ美味しかったです。お
昼ご飯の後のお散歩。島ツアーというものに参加したのですが、お天気がね、ちょっとやっぱり曇り空でしたね。でも熊の実さん発見できた、こちらツアーを一緒に同行した方に写真と動画をお譲りいただきました。ありがとうございました。水中を撮る、ね、カメラケースとかを持っていなくて撮れなかったんですが、同行していた方々にお願いして動画いただいちゃいました。ご縁に感謝です。夜はこちらのお店、あけぼのさん。沖縄の海の幸を思う存分いただきました。ゴーヤ巻き初めてですね。美味しかった。食後はこちら、かわいい元気シェイク、最高でした。夜はこんな感じでナイトプールもあります。3日目、強いです。ビーチ横で一休み。そして朝ごはん、前日とは違うレストランだけど、こちらも朝食ビュッフェ、たくさんいただきました。車を走らせて向かったのは石垣おがん崎灯台。おがん崎ともおがん崎とも言うそうです。パイナップル、なんだか変な鳴き声がする。いろいろな動物たちの鳴き声が。綺麗でした。夕日とかもね、見に来たらとっても綺麗なんだろうな。あの岩がすごいですね。風が強めでしたけど気持ちよかったです。石垣島のフェリー乗り場です。やっちゃいますよね。待ってる間にマリアシェイク、念願のマリアシェイク、イエーイ。おいしい。パッションのソース足した。
向かった場所は竹富島。早速水牛ツアー。お尻がすごいかっこいい。山部屋はね、アジア水牛で水牛さんね、まあ、元々ね農耕用の水牛さんですね。言ったら沖縄ではね、これにね、あの農機具つけてね、畑耕したりね、まあ、いったらこういう感じで水牛車がいいです。竹富島、こういった古いお家たくさんありますけどね、あのほぼほぼ人住んでると思ってください。空き家はないから。竹富島は空き家がないんですって。この島でね、結構ね、1位に争うぐらい大切なシーサーです。結構ね、いろんなテレビの取材とかね、あとは観光雑誌にも載ってます。ここフラワーロードね。一応こっちね、歩いたらね、皆さんがゆっくり歩いても5分以内で来れます。生演奏を聴きながら、よーく見るとね、口開いてるのと閉じて飲みますよね。これがおすすめ。でもシーサーってね、私たちを運んでくれてありがとうございました。あら、かわいい。つけてるけど、どこの子？綺麗な顔、かわいい。ありがとう。うん、ペロペロリペロリ。水牛ツアーの後はお散歩。とんでもない格好をしてますね。こちら白い砂が綺麗なコンドイ浜。久しぶりに太陽の光をこんな浴びたなって思いました。でも一応ね、日焼け対策しております。気持ちいい。綺麗な海。私の格好と景色が合ってない。気持ちよかったな。この自然に囲まれた空間がもう最高でしたね。緑に覆われた木陰。すごいリフレッシュできました。散歩して向かったのが星砂の浜、海地浜と言われるそうです。星のような形をした小さな砂の粒のことですね。見えるかな、わかるかな。ピント合わない。星型。ブランコあったら乗りたくなりますよね。こちらも観光名所の西桟橋。すごい。やっぱりちょっと雲多いですね。カニさん。風が強いですね。梅雨入りしてたんだけど、雨は一回も降らなかったので、お天気には恵まれたと思います。
ちらね、フラワーロード、先ほど水牛くんも通ってくれた道なんですが、お散歩もしてみました。お昼はやっぱりソーキそば。自由に過ごしておりますね。かっこいい。青い海、そして帰りもマリアシェイク、行きと帰りでマリアシェイクいただきました。またブランコ、そして夕日を見てドライブが気持ちよかったです。夜は泊まったホテルで生演奏、生ライブやってました。沖縄の音楽を聴きながら、そして夜ご飯を食べにこちらへ、やっぱり海ぶどう、またまたお刺身、お刺身大好きです。もずくの天ぷらとジーマミ豆腐の揚げ出しやイカスミのチャーハンも全部美味しかったです。4日目、最終日の朝食もたくさんいただきました。もずく酢と人参しりしりとゴーヤもあります。でも沖縄に関係ないものもたくさん食べました。このパン美味しかった。3泊4日の旅はあっという間ですね。この日向かったのは玉取崎展望台。最終日も展望台、穏やかですね。さまざまな岬や展望台に行きました。広あくぼ崎、石垣島最北端でございます。風が強いですね。石垣島最北端のさらに最北端へ、灯台がかっこいいですね。すごい。最終日が一番お天気良かったかな。最高。あ、やっぱ眩しいや。でも実はこの後台風が迫っていたようなので、その関係でいいお天気になったかなと思います。サビチ鍾乳洞、涼しくなった。一気に温度が変わって涼しくなりました。マイナスイオンが広がってるって感じでしたね。
光の反射とすごい静かな空間が、また今まで過ごした沖縄とは違った心地よさでした。涼しい。わあ、すごい。探検隊になった気分ですね。広っ。こんなになってんだ中。まさかの Wi-Fi 使います。こちらがパワースポットだそうです。左右に分かれてて、こちらの道を行くとこんな感じ。降りられるんだ。時間が止まったかのようでした。そしてこちらの道を行くと、このように開けた砂浜が。はしゃいでおります。風は強い。こういうグラビアカットありましたよね。懐かしい。久しぶりに運転しました。あっという間の3泊4日でした。最後も空港で沖縄そばともずくの天ぷらをいただいて、みるみる本舗のジェラートもいただきました。全部美味しかった。沖縄ありがとう。またね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。笑顔あふれる素敵な毎日を。またね。沖縄最高。